今回の山旅は東北新幹線白石蔵王駅より始まります。東方温泉を経由してエコーラインを登っていくと、稜線向こう側に大きく飯豊朝日の山並みです。南に回り込み北を望めば月山、鳥海、神室などの名山ずらり。西側よりは仙台平野や太平洋が広がります。北へ回り込むと南蔵王の向こう側に安達太良、東の山々です。登山はレストハウス前より出発します。ほとんど平坦な道から少し登るとゆったりとした馬乗せ歩き、避難小屋下の分岐を左に取れば山頂です。帰りは避難小屋から稜線の際を下り、御釜を望みながらの稜線漫歩、分岐からまっすぐ片岳へ向かいます。右片岳、左熊野岳です。はい、こんにちは。今日ここ東北は蔵王に来ました。今午後の2時ちょっと過ぎですね。今朝東京を出てこちらへ新幹線で来ました。今日はなかなかいい天気、熊野岳が見えます。そして五色沼ですね、この眼下にあります。今日は山頂に行って戻るだけです。じゃあ参ります。蔵王熊野岳へ向かう道はこのような道、大変よく整備されています。右側に高さ 4,5 メートルのこの柱、熊野岳の山頂まで続いてます。お釜が見えるところ来ました。でもちょっと高さが足らないか。このお釜、太陽光線の当たり方で様々に色を変えるため五色沼とも呼ばれ、冬の樹氷とともに蔵王の象徴となっています。有史以来26回の噴火を繰り返し、最近では明治28年に噴火しました。この湖の深さ、昭和14年には63メートルあったそうですが、五色岳断崖の崩壊により年々埋まり、昭和43年の測量では最大震度 27.6 メートルだったそうです。はい、馬乗せも終わりですね。前方に熊野岳の避難小屋が見えています。避難小屋経由で行ってもよかったんですが、今日は先に山頂行って後でのんびりと熊野岳から大きく迂回しながら五色沼見ながらレストハウスの方に戻りたいと思います。はい、熊野岳頂上の神社が見えました。蔵王山神社、はい、ちょっとお参りしてきます。
蔵王山神社、熊野神社さんです。ここは熊野岳頂上でした。ではこれから熊野岳の避難小屋を経由してですね、五色沼の外輪山の方へりをこう回りながらレストハウスの方へ戻りたいと思います。ここは熊野岳の頂上台地、とても広い台地です。前方に熊野岳の避難小屋が見えてきました。そして右下に小釜ですね。五色沼見えてません。お、コマクサの葉っぱだ。コマクサの葉っぱがありますね。コマクサの葉っぱです。まだ半月、まあ7月でしょうね。この辺コマクサが咲くところです。前方左下、こちら岡山五色沼ですね。
天気さえ良ければほとんど平らというかのんびりゆったりした下りですし、左眼下五色沼岡間ですね。そして向こうに宮城県最高峰屏風岳です。明日あそこの屏風岳登りに行って帰ってきます。本当に気持ちがいいな、ここは。目の前の神社、カッター岳神社です。はい、こちらカッター岳神社の鳥居です。カッター岳神社さん、こんにちは。